はい、皆さんおはこんばんちは、シュアです。さあ、ということでやってまいりました DLC 第4弾一人で、ね、グランプリの 200cc ということで、せっかくなんでね、今回は、キャサリンが追加されましたので、キャサリンでいきましょう。あららん、ま、過去の作品によってね、全然システムがね違うかったりするので、困るんだけど、っと。さあ、今回追加されたのはフルーツカップとブーメランカップ。まあ、まずはフルーツカップね、完全新作ヨッシーアイランドが楽しめますと。まあ、ツアーも当然ほとんど知らないので、はい、ということでね、今回は初めてプレイするのと、過去作との比較動画になっておりますので、ゲームボーイアドバンス版と Wii 版は、過去のコースが、ミニ画面で表示されます、ね、どう変わっているのかもお楽しみください。ではフルーツカップいくぞ。まずはフルーツカップアムステルダムプールブルームプールって、まあ、ツアーはほぼやっていないので初見ですな。そしてね、過去作のマリッカをやったのでスタートダッシュのタイミングとか、ね、アイテムボタンとかが結構曖昧。わあ、そうだ今ね、十字キーの上押しちゃったわ、つい。あとアイテム得るかね、今はジャンプボタンでいいんだ ね、 あの Wii が今回やったんで、 Wii やった時にあの、十字キーの上だったかな、 Wii は。おー、なげ、左。ツアーのね、面白いところでもありね、なんでやねんっていうところでもあるんだけど、コースがね、1周目2周目とかって変わることが多いんだよね。それによっていろんなルートを楽しめるのはいいんだけど、で同じルート回らないから、トップが置いたバナナのタワーとかね、無意味になったりとか、まあ、プラスでもあり、まい、ほらね、コースわかんねえ100なんで大したことないんだけど、やめてもらいたいよねトゲゾウの回避は不可能。もう最近のトゲゾウってこうやってあの上から降ってくるようになったけどね、やっぱ過去作のトゲゾウってあのコースを走りながらついてきてさ、あの途中のパクんじゃねえ、こっち行ってみる、ね、途中のあの1位以外も貫通しながら来るんで、結構えげつないんだよ。逆走してんじゃんみんなもアムステルダムに行ったら気をつけようね。水の中を走ることになるよあ、水か。まあ、100弱いね過去作プレイするとコンピューターが強って強って、 100cc でもね余裕で負けそうになる。まあまあまあ、8デラックスは200まであるからね、そういう意味ではまだ弱いってことかな、まあ、弱い、普通、強い、とても強いと考えると下から2番目だからね。はい、ということでね、アムステルダムってこんなんなんださあ、ゲームボーイアドバンスのリバーサイドパーク、久しぶりにゲームボーイアドバンス版やったんだけど、特に起伏もねえし特徴がねえなって思ったけど、さあどうリメイクされているか。もう少なくても現時点で全然違う。最後の大ジャンプどうなって、あー、でもマップはなんていうかすごい単純だな。まあ、キノコあればショートカットが簡単そうだ。まあ、ダブルアイテムで。これは何なんだろう。当てると落ちてくるのかな。
最後に大ジャンプ。どうだ、当たっていいのか、これがわからない。パクんじゃねえ、草をパクんじゃねえ。でここで大ジャンプ、ね、今もまたやっちゃいました。十字キーの上を押してしまいました。ね、マリカーウィーはだいぶハマったからね。初めてのネットワーク対戦がマリカーウィーだった。おお、当たってみるか。こんな感じか。キノコとかスターで当たらないとダメか。なんかキノコあったね今。どこにバナナの皮ついとんねん。1コース目のアムステルダムプールに比べて単純なステージだから、こっちが1コース目の方が良かったんじゃないかな。くっそ。守れる装備、今回守れる装備。あーもうコインかと思ったら鳥じゃねえか。こいついなかったね。歩くパック、名前なんつうんだ。もういい加減にしてよー。取るか、取る。ちょっと待って、落ちんだよ。すげえ落ちそうやったけど。フーフーパック、マリオ3初登場。まあマリオ3以外であんまり見たくよくないけど。さあ次行こう。次さあということで DK スノーボードパーク、ここは楽しかったが、で B 版で久しぶりにやったらルートとか全く覚えてなくて大変だった。ここはねキノコとかスターあると異常に速くなるんで、さあ行くぞ。コインってゼロスタートだ。いってお前ふざけんじゃねえぞこら。ここショートカットできたんだけどどうなってるかな。やっぱ突っ込んじゃうねこれ。ここを右にね飛べたんだよ。あ、いけんじゃん。その後がひどいけど。わざとここは小ジャンプ程度しか行かないようにするとめちゃくちゃ速い。いい加減にして。ウィリー、ウィリー、そんなものない。もういい加減にして。あ、来てない。ラッキー。ということで今度ここをね早速まっすぐ行って、わぶんね。今着地地点にひどいもんが、こうやってね連続ジャンプするのが意外に強い。ここはもうここからカーブ入れとかないと曲がりきれないんで、上に行かない方がいいんじゃないかなと思った。まあ、せっかくなんで正面ルートも行ってみよう。行くぞ。あのさ、勘弁してくださいよ。ルートが狭くて他の人が置いた設置系アイテムがめちゃえげつね。全部残ってんだ。ジャンプ失敗するんだよ。おお、キノコ落ちてる。
よし、まだ、ああ、うん。最近は戻してくれるスピードも速いよね。あえていかない。まあ何が一番速いのかはね、自分でやって確かめてみてくれ。さあお次はね、完全新作ヨッシーアイランド。さあどんなコースになっているのやら。ヨッシーアイランドのキャラ多いね、確かに。あ、ハテナある、どうなんだろう。ヨッシーアイランド。キャサリンはヨッシーアイランドには出たことないか。俺もね、ヨッシーアイランドでやってない。竹馬兵庫だっけ。あ、コインが、ドラゴンコイン。あ、音もヨッシーアイランド仕様になってる。ドラゴンコインもちょっと意味が違うけど、ドラゴンコインはスーパーマリオワールドのあのコインのこと。普通のコインでいいんだよ。個人的にヨッシーアイランドっていうと赤コイン。今コンプリートオンになった。いや、ヨッシーアイランド仕様なのはいいね。吐くのやめて。え、こうどうしろ。ああ、そういうことね。のこのこがルートを、よ、画面端になってる。のこのこってパタパタだけど、飛んでるから。ああ、背景がヨッシーアイランドの絵になってる。ポチいる。ポチキューちゃんだ。結構このちっちゃいやつ暗い。おお、ふざけんな。ヨッシーアイランドの犬っつったらバカ犬ことポチ。アホ踊りだ。結構いる、ね、初代からヨッシーアイランドはオール100点取るの難しかったよね。ここは一回 50cc とかだと地面足つけんのか。あ、これこれ当たれんのかな。あー、難しい。最後の週に来た。あの上はさすがに飛べないか。いや、ポチもしかしたらおい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 、ノコノコが今甲羅蹴ってきたぞ。ここも水で打ち上げられるのかな。まあ初見は走るだけでいっぱいいっぱい。おっ、防御、危ね危ね。意外にね、防御するまで遅い。ほら、まあ所詮100だなっていう感じ。ほんと過去作のね、100はね、ひどっ。いやー、当たれねー。当たってみたいんだけど。なんていうか、世界観がヨッシーアイランドなだけで特別な仕掛けがあった感はしないな。しょうがないね。あーゴール後の採点タイム。あいいね、この辺のこだわりはいいね。そこの水も飛び上がってみたかったな。花丸100点キュッ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 って。ヨッシーアイランドのオール100点やりたくなってくるね。はい、ということでね、フルーツカップね、パーフェクトで、まあ、100cc なんでねクリアしました。ヨッシーアイランドはね、ぜひやってみてもらいたいと。赤コーラー。そしてね、新キャラの、ね、キャサリン。
使えるようになってますね。キャサリン好きの人はぜひプレイしてみてください。はい、それではね、続いてブーメランカップに行こうと思いますので、次はブーメランカップをお楽しみに。コングラチュレーション、60星3。